皆さん、こんにちは、太郎です。お久しぶりです。お久しぶりです。すいません、本当にね。ごめんなさい。はい。お久しぶりでごめんなさいなんですけども、今日はね、今日勉強するのは、日常の生活でね、役に立たないことです。だからね、もう一回言います。ごめんなさい。今日はね、今日勉強することは、どうやったら忍者とかね、侍のようにお話ができるかということです。忍者とか侍知ってますよね？知ってますよね？あ、よかった。よかった。知らなかったらね、そこから始めんのかよって、ことですけどね。知ってるということで、話を続けます。例えば、私はトムです。I am Tom. My name is Tom. ね、私はトムです。Instead of saying, 私はトムです。拙者は、ごめんなさいね。拙者はトムでござる。あのね、忍者とか、侍は私のことね、I、私のことを拙者って言うんですよ、拙者。この漢字はね、もう、通常今、日本人は使わないです、普通は。拙者。拙者はトムでござる。このね、this、this を you just have to switch from this to でござる。それで皆さんはもう、侍とか忍者のように、聞こえます。はい。拙者はトムでござる。If you want to say you are Indian.、ね、私はインド人です。Instead of saying 私はインド人です。You can say 拙者はインド人でござる。もう、侍なんだかインド人だかわかんないですけど、いいじゃないですか。侍のね、インド人がいてもかっこいいじゃないですかね。かっこいい。うん。食べる、verb、食べる、I'm gonna eat。食べるでござる。食べるでござる。見るでござる。I'm gonna watch。You can use a verb dictionary form。食べるでござる。見るでござる。これね、美味しい。e adjective。You can use e adjective as it is。美味しいでござる。美味しいでござる。あとは他、寒い、cold, I'm cold, 寒い、寒いでござる。美味しいは、うまいでもいいですね。うまいでござる。I use うまい all the time, うまいでござる。あ、僕はまあ侍じゃないんで、うまい、うまいです。うまいですって言うんですけど、美味しいでござるね。元気は、これは na adjective, but we cut off naWhen we use this, 元気でござる。ね。E adjective は、you can use it as it is. そのまま。な adjective, cut off, な。元気でござる。はい。僕はね、小さい時に、忍者のね、アニメ、テレビで見てたんですよ。これ。忍者ハットリくん。どうした兄上？うまいでござるな。はい、懐かしいね。懐かしいです。忍者ハットリくんは、今、美味しいじゃなくて、うまいって言ったんですね。うまいでござるなぁ。なぁって言ったんですよ。僕たちが、普段毎日使うときは、あ、これ美味しいなぁ。美味しいなぁ。あ、you can use either. It's gonna sound the same. Exactly the same anyway. はい、ただね、ねはね、これ違うのわかりますか？美味しいね。美味しいね means,This is good. This is delicious, isn't it? ね。美味しいね。美味しいな。Expresses what you feel, what you think. And we even use, when we talk to ourselves. 例えば、for example, if I look at this math problem and I think this problem is very difficult. あ、この問題難しいな。ね。難しいな。とか、アリソンさん、かわいいな。なんかね、ピカチュウみたいで超かわいいな。うん、アリソンさんかわいいな。とかね、そういう風に使えます。だから、このね、動画の最初で、今日はね、役に立つこと勉強しませんって言ったんですけども、ここの辺はね、この辺は、私たちが毎日使うので、よく使うので、ここは覚えてください。ここまでね、見てくれて本当にありがとうでござるよ。ありがとうでござるよってね、普段使わないから笑っちゃったんですけど、
ね、it means a lot. 僕を信じてくれて、ここまで見てくれたということはね、本当に嬉しいです。ありがとうございます。じゃな、ありがとうでござるよ。はい。でもね、拙者は富むでござる。これを使うときは、it's gonna sound funny, but ね、ちょっと気をつけてください。あんまりね、仲良くなる前に使うと、この外国人変だな、とかね、思われるので、ね、ちょっと仲良くなってから、ジョークとして使ってください。面白いと思います。特にね、女性が使ってもこれは可愛いと思います。あとね、ナルト？ナルトは、拙者はナルトでござるって言ってないじゃないかって思った人、たくさんいると思います。でもね、ごめんなさい。それね、僕はわかんないです。作者の先生に聞くしかないですよね。はい。ということで、今日は以上でござる。皆さん、それでは、これにて、ごめん。